いよいよオープンまで1ヶ月を切ったジブリパーク等身大スケールの湯婆婆やネコバスと遊べるその名もネコバスルームさらにリアルに再現されたロボット兵もそしてカラフルな建物がずらりと並ぶこちらはメインエリアのジブリの大倉庫。 そこで一際目を引くのが色鮮やかなタイルが張り巡らされた階段です実はここに日本を代表する職人の技が隠されていましたこの辺が色見本ですねイメージは熱帯植物園のようになるって聞いたんでパンチの効いた色って言って。 東京を拠点に活動するタイル職人、白石天音さん。実はジブリの大倉庫のタイル装飾の大部分を担ったすご腕職人なんです。 去年10月から愛知県に住み込みで作業を始めた白石さんタイルの形や色もすべてジブリパークのために考えたオリジナルです 20万枚ものタイルを仲間の職人と一枚一枚手作業で貼り付けたといいます愛知県っやっぱりあの焼き物の産地でもう主に瀬戸市で場所借りて貼ってると同時に作ってもう現場とその工場僕行ったり来たりしながら作って貼って作って貼ってだからこれは東京では実現できなかったですね窯元がないんで。だから愛知県だから できた作品でしょうねこれだけ父は陶芸家、母は画家という芸術一家に生まれた白石さんタイルの魅力に見せられ25歳の時に世界有数のタイルの産地モロッコで単身修行タイルのデザインから貼り付けまですべて一人で行える日本で唯一のタイル職人です 独創的なデザインで絵画のような美しさを放つ白石さんの作品そんな凄腕職人がジブリパークのメインエリアを任されることになった訳とは三鷹のジブリ美術館ができて。 あそこはあんまタイル使ってないんですよね、うん、でどうも打ち合わせを聞いてて五郎さんが、まあ、愛知県ってこともあるし焼き物の産地じゃないですかタイルを使ってみたかったっていうなんか打ち合わせの時にボソッと言われたこともあって印象的だったのはあのこうタイルのサンプル持ってく持ってて30分1時間喋ってる間そのタイルをずっとこう触ってるんですよ。<laughs> 干支や多治見など、日本有数の陶磁器の産地に囲まれた。長久手市でタイルを目玉にしたいと考えていた。宮崎五郎監督。しかしそこはこだわりのジブリ。大手のメーカーではなかなか話がまとまらず、白石さんに白羽の矢が立ったのです。スタジオジブリでもそういう日本の最強のコンテンツが作るので。 自分がどうこうより最終的にはそのメインのところをタイルを選んだっていうタイルを選んでくれたことがちょっと嬉しくてそんな白石さんタイルである仕掛けを作っていましたあちこちにこう隠れキャラだったり文字が隠れてたり形で何かが隠してあったり。 作業風景を写した1枚の写真よーく見てみるとタイルである漢字一文字が書かれているのが分かりますかほかにも「真っ黒クロスケ」や「風の谷のナウシカ」の「オウム」も隠れているそうですよ本当はタイルだけで1日くらい見てもらいたいぐらい <laughs> 触ってもらいたい。 あと色が綺麗なんで,で今までに見たことないタイルの色っていうかで焼き物のそういう色の魅力を感じてもらえたらいやタイル職人って職業は面白いかもしれないって子供が思ってくれたら最高ですね随所に職人技が光るジブリパーク東海地方ならではの意外な職人も活躍していました。 刃物の街岐阜県関市で長年修行を積んだ浅野太郎さんこの道25年日本刀の技術を生かした作品が海外でも高い評価を得る刀鍛冶ですジブリには刀や刃物が登場する名作がたくさんありますがジブリパークで浅野さんが手がけたのは

鉄工所に出してもできる仕事でもあるんですがそうではなくてちゃんとした本物にしたいということをすごくおっしゃってましたなのでそういった言葉に感銘を受けて本気で作っていただきました細部まで職人の手による本物にこだわるジブリの思いに共感隣のトトロの映画を見直しイメージを膨らませていったといいます トトロの爪って結構鋭いんですよなんですけどやっぱり映画の中でああいうふうに子供と触れ合ったりしても子供は傷つけられることはなかったですなので鋭いんですけれどもでもあの人を傷つけないようなそんなような印象を与えるようにここ心がけましたしかし制作は一筋縄ではいかなかったようで失敗作をお見せしますか 本当に試作をたくさん作って、こういうふうに失敗作が結構生まれてるんですよ、はい、こ,れはこれも爪を,爪を作ったんですけれども、これはこの爪だと、あ,のあまりにも重すぎるのと、迫力がありすぎるのであの、もうちょっと薄いもので、もうちょっと丸みを帯びたものにしようということで。使用する金属の材質、長さ、厚みなどを変え、何度も試行錯誤。そして およそ2ヶ月の制作期間を経て作られたのがこちら完成したのは爪6本とひげ12本の計18本長さは爪が4 0ンチ、ひげが3 0ンチですゴツゴツとした表面に力強さを感じる見た目全て手作りのため一本一本の角度や鋭さも微妙に違います 正確すすぎるとかえって味気ないんですよ多少のズレっていうものは僕は生かしていきたいなというふうに考えました爪もねこうねあの真ん中とあの上下で全部角度が違うので実際にその施工した時にやっぱり子どもたちが下から見上げた時に一番綺麗に見えるようにっていうことでそこは意識しましたさまざまな職人の思いが形になったジブリパーク細かいところまでよーく見てみると ああと驚く発見があるかもしれませんジブリパーク全体が多くの職人さんが関わって作った本当に手で作り上げたものなのでそういったことを感じていただけるとより、えー、とジブリの世界も楽しめるようになるんじゃないのかなというふうに思っています本当に素晴らしい職人さんたちがいろんなところに手をかけて作っているのでぜひそういった細かいところも注目して見てあげてください。